夕暮れのサンベネゼ橋踊りを踊る人々アビニョンの橋の上では15世紀頃に作られたフランス語の歌。アビニョンのローヌ川にかかっていたサンベネゼ橋を題材にしている。作者は未詳。砲台はアビニョンの橋でとも表記される。橋の正式名称はサンベネゼ橋だがこの歌でも歌われているようにアビニョンの橋として知られている。歌は 橋の完成を祝ったものとされているが、現在は洪水などによって橋の大部分が流出、橋を渡り切ることは不可能である。また橋の幅が狭いため橋の上で輪になって踊るのも不可能で、実際には川西で歌われていた。15世紀頃に作曲されたとされるが、詳細は不明。1501年に出版された楽譜、オデガドンに収録されている。 フランス語で書かれた歌アメリカの音楽出版社、チェリー・レーン・ミュージック・カンパニーは、1993年に異なる歌詞を出版している。石井義子による日本語詞で、1959年11月に発売された石井とダークダックスの共演による2枚、グミン EP、石井義子とダークダックスによるフランス子供の歌にアビニオンの橋での放題で収録された。編曲は、 ダークダックスと、寺島直彦。日本の音楽教科書には、岩井春彦、立田和夫、勝吉夫、小林純一、西岡美沙を門馬直江、鈴木達夫の日本語詞が掲載されている。同曲名で作曲者が、松本民之助になっているものもある。NHK の、みんなの歌では、アビニョンの橋でというタイトルで、1970年10月11月に、 放送された。役師は小林淳一、編曲は小森明弘歌は東京放送児童が商談が担当した。映像は中原修一によるアニメで1970年代では初の担当。地上波では36年後の2006年10月から11月に再放送、またこの間衛星、第2テレビ放送の懐かしのみんなの歌では、 2006年9月13日と2007年1月3日に再放送された。現在は2011年発売の DVD ボックス NHK みんなの歌第4週に収録されている。アビニョンの橋出に関するカテゴリー。ありがとうございます。